はい、こんにちは、太一です。今日もスタジオフォトレーションからお送りしております。本日の動画はこちら、ドン、はい、RF2470F2.8LISUSM と、まあ、その作例も見ながら、感想みたいなのはお伝えできればなということで、やっていこうかなと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、というわけでございまして、早速ね、開封していきたいと思います。ではね、開けていきましょう。まず開けます。よっこいしょっと。で、これ発売日にね、開けてないんです。僕すごいこらえ性がありますね。で、まあ保証書があります。マップカメラさんで買いました。で、Lレンズはね、さすがにケースついてますね。で、これは説明書、はい、保証書、説明書、ケース。で、このケースの上、この内蓋というかを、外すと、この中にね、また蓋が入ってまして、よっこいしょ、開けるとまずフードですね。で、本体という形、あとはもう何もないです。はい、じゃあ箱さようなら。で、まずね、本体の方をね、見ていきたいなと思います。まあ、ビニールに包まれてこれあると。はい、でけえな。はい、これでかいですね。ですね、これ比較対象として、EF のね、 2470F2.8 を隣に持ってきております。こんぐらい、これ結構ね、でかいんですよ。わかりますかね。はい、で、フィルター系がね、82ミリかな、82ミリですね。はい、82ミリで、やっぱね、筒の太さが、これね、ちょっと画像だとね、分かりづらいかもしれないですけど、圧倒的にではないんですが、微妙にこっちの方が 2470F2.8 RF の方がね、太いんですね。で、長さも全長もね、2470の方が、長いです。こっちね、長いです。ということで、結構、まあ、ボリュームのあるレンズになりますね。ちょっと一旦これは退場してもらいまして、詳しくね、中身を見ていきましょう。はい、中身、違うな、外観をね、チェックしていこうかなと思います。そしてこれ、はい、レンズフードですね。はい、というわけで、これが 2470F2.8LUSM ということですね。見えるのかな、見えるかな、こんな感じ。はい、で、後玉、はい、こんな感じですね。見えるかな、はい、ここかな、はい、こういう感じですね。はい、ちょっとフード外しちゃいましょう。はい、ちょっとね、外観をなめるように見ていきましょう。はい、はい、ズーミングはね、まずテレ側で、望遠側で伸びるという仕様ですね。はい、で、F2.8、はい、いいですね。で、レンズ前玉はね、フィルター系が82ミリ、はい、82ミリでございます。で、外観見ていきますと、まずね、前にコントロールリング、はい、カチカチいってます。で、これが、まあ、フォーカスリングですね。もうヌメヌメしてて、すごい、なんていうんですか、こう、ちょっとね、トルクがある感じで、非常に、なんていうんですかね、こう、気持ちいいですね、これ。はい、で、実際のところ、これはついてる、あれなんですけど、回り方がね、すごい、重たくて上質な、AF のリングなんですけど、実際のところはバイワイヤーなので、この中身の、ね、レンズは動かないと。で、これがズームレンズ、ズームリング、はい、
で段がついてるわけですね、こうね、こう段がついてるということでございます。はい、ではいい、なかなかまあ高級感というかね、まあ、持ってる満足度は非常に高い感じのレンズかなと思いますよ。はい、では細かく見ていきますと、まあ、ここはね AF マニュアルの切り替えスイッチがありまして、ここはスタビライザーのオンオフですね、イメージスタビライザーのオンオフで、反対側がここはね、まあ、ロックボタン、ロックスイッチ、ロックレンズのね、ズーム の伸び防止のロックがここにかかるということでございます。はい、まあ重たいですね。はい、こんな感じですね。重さをね測ってみましょうか。はい、仕様を見ると、まあ、900g となっております。でこれあのエンドキャップつけてるのでちょっと増えます。921.3 と出ておりますね。はい、でちなみにですよ、はい、EF2470 はいくらなのかということですね。 819.7 なので、同じレンズキャップ、エンドキャップ自体は仕様が違うので、エンドキャップって EF が 12g に対して RF は 24g ぐらいあるんで、ちょっとそこら辺はちょっと加味していただいて、あれなんですけど、まあ、単純に 100g ぐらい増えてるということかなと思いますね。はい、100g ぐらい増えてます。で、まあ、この 100g はまあ IS がついてたりっていう部分もあると思うので、まあ、重くなってるっちゃ重くなってるんですね。で、RF レンズ、RF マウントになって全体的に小型化していく傾向なのかなと思いつつ、まあ、そうでもないというところですね。まあ、これだけのボリュームがあるレンズですので、まあ、性能もね、あの非常に楽しみかなと思います。で、ポイントなんですけど、重くなってるとは言いますが、言ったものの、EOS R で運用するとなった時にこのねマウントアダプターは必須なわけですよね。でこれコントロールリング付きマウントアダプターなので、これをつけた時と比べるといくつなのかと。でこれ 957.7g ね、 957.8g、 まあちょっと誤差ですね、約 57g ということは、まあ、30g ぐらいこっちの方が重くなるんですよね。というわけで EOS R で使う時の標準ズームとしては全体としては軽くなってると。はい、ではねちょっと実際にあの触ってみたいなということで EOS R に装着しております。 EOS R は最新のファームウェア 1.4 に更新してあります。だまあファームウェアの更新しなくても一応、ね、レンズ自体は使えますね、使えてました。ただあのファームウェアの新ファームがあまりにも快適なので、これはねレンズの性能がいいとちょっと勘違いしてしまう部分もあります。なので新ファームになってかなりね戦闘力上がってますんで、ぜひね体験していただきたいなと思います。で、まあ、さっきもね単体でも見ましたけれども、まあ、ズームリングはこの段付きのところで非常に感触はいいんですよね。この段付きのズームリング僕好きなんですけど、はい、これは L レンズ全部今のところ全部これですね。はい、で、マニュアルフォーカスのフォーカスリングでコントロールリングということで、操作感はまあ他のレンズと変わりません。でちょっとね撮ってみたいと思います。これ EOS R ピースにも、はい、で AF モードを中央一点にしましてですね、中央一点っていうモードはないんですけど、はい、正直ですねもう AF をしている時間が、迷ってる時はどうしてもやっぱ迷うんですけど、
パッと決まる、まあ、コントラスト高めのところにはスッと決まりますし、これあれです、うん、まあ2400以降の L レンズも全部そうだと思うんですけど、あのナノ USM が非常に速いんですよね。なので全くノーストレスですね。はい、合唱音がしないのはサーボだからですね。ワンショットにしましょうか。こんだけ近いとは合わないかな。合いますね。もうちょっと遠い方がいいのかな。はい、うん、全く何も文句がないですね。本当早いな。無限遠から最短ぐらいまででも全くもうほぼ瞬速で合いますね。うん、他の2405もそうなんですけど、ブリージングがないんですね。あの AFO が合うときに画面がボワーっと、その焦点距離がね若干変わるようなあのレンズってあるじゃないですか。ブリージングって言いますが、これ動画の時にね非常に気持ち悪いんですよね。あのフォーカスを変えていくと、画角がね変わってしまう、現象がありますけれども、まあ、そのブリージングはないです。と録画しているレンズが2405なのでちょっと比較できないんですけど、あ、変えるか、変えますね。ちょっと待ってくださいね。今ついているのはマウントアダプター経由の2470の2型なんですね。でこれはねブリージングするんですよ。はい、はい、画角変わったの分かりますよね。今手にピント来てますけども、戻すとちょっと画角変わりますよね。これブリージングって言うんですが、2405もそうなんですけど、2405も2470も、163、1535もブリージング一切しないです。なので動画でね、あの使用するのに非常に良いレンズになります。しかもナノ USM めちゃくちゃ静かです。音ほとんど聞こえないんですよね。ですね、駆動音っていうのはないです。でこれはあの合唱音は今分かりやすいように、あのさせてますけど、AF の駆動音が全くしません。いや本当は厳密にはしてるんです。あのサーボでね被写体を追っかけてる時とか、コンティニュアスでずっとピントがあの合わせ続けてる時とかはクククククククっていう細かい音してるんですけど、これちょっとねマイク拾えないレベルなんですよね。なので非常に静かです。で、まあ、スチルはもちろんそのですし、動画にもね非常に良いレンズになってると思います。あの EOS R で動画撮って配信してる人ってあんまりいないと思うんですけど、フル HD で撮って出す分にはですね非常に優秀になってきたかなと思います。あのいや、うん、まあ動画のことに触れるのはやめておきましょう。はい、で常用するにはね非常に良いレンズになってます。で、まあ、各部 の, あの動作もねすごいかっちりしてますし、持っててあの損がないというか、非常に満足度の高いレンズですね。で実際に、これ後ほど作例あげますけど、まあ、モデルさんの撮影にも使ってはみたんですけど、これね新ファームがかなり強力なので、まあ、そのせいもあるんですけど本当に気持ちよく撮れるレンズですね。でさらに IS イメージスタビライザーがね搭載されましたんで、意外と標準ズームで、まあ、標準ズームで手ブレ補正が邪道だって言ってる人も
この中にはいるかとは思うんですけども、あのやっぱね、着いた方がいいっすよ。まあ止まる止まる。でやっぱどうしても調子よくこう写真こうテンポよく写真撮ってると自分がブレることがたまにあるんですけど、まあもうなくなりましたね。ぶどまりめちゃくちゃ良くなりました。結構ね、割と完璧なレンズなんじゃないですかね。で実際の画質に関してはちょっとまだね全部撮り切ってないので、この後外に持ち出して、いろんな被写体を撮って、見てみたいと思いますので、後ほど作例をねご覧くださいということでございます。はい、じゃあね、写真撮ってきましたんでちょっと見ていこうかなと思います。なんだ、ひじり橋口の方を出たところですね。こんな感じ。まあ線の描写がね細くて非常に気持ちいい描写ですね。これまだちょっと解像度が、これ、ね、今日ね珍しくですねあれなんですよね、あのローで撮ってきてありますんで取って出しじゃないんですね。はい、非常に繊細で、これねちょっとなんていうんですかね、 DPP が重たくてデータが重たくてね、こう解像度が 100% になるのでちょっと時間がかかるんですね。この周りとかちょっと今荒れてますけど、スッと戻ります。はい、戻りましたね。はい、これは24ミリですね。うん、まあすっきりしてていいんじゃないでしょうか。はい、でまあ周辺の方もそんなにね解像度が落ち込んでるってわけではないです。まあさすがにワイタンだけあって若干の歪みっぽさは、ありますが、極端に解像度が落ちるみたいなことはなさそうですね。はい、まあ空もね綺麗ですね。はい、こんな感じで、基本的にこの撮り歩いてるときは FV モードで出た目で、まあ多少露出補正するみたいな感じで撮ってます。じゃあ次の写真行ってみましょうかね。でこれは神田明神あたりだと思いますが、もう瓦ちょっとねボケどんな感じかなと思って、こう70ミリのボケってことですね、ことです。はい、70ミリでございます。まあこれはこんな、まあこれはそういうことですって感じですね。でこれなんですけど、あのレンガのね壁を取りましたということで、これセレクト編集でですね、若干ちょっと斜めってて申し訳ないんですけど、これで多分 DLO を違うな歪曲補正をね切ると、はい、これが本来の実力みたいな感じですね。はい、こんな感じですね。歪端でこんな感じ。これはなんていう歪みだ？これは、これ樽型ってことですかね。樽型。まあ若干樽ですね。はい。まあこう、でもこうしてみないとまあわかんないですよね。はい。って感じでございます。で、次。これがね、テレタンですね。これも見ていきましょうか。はい。これは、これもね、歪みはもう今入れてますんで、歪み補正は入っているので、これを切ってみるということですね。お、結構歪んでますね。はい、いいですか。はい。これはピンクッションってことになるのかな。そうですね、ちょっとつれてる感じですね。まあでも、どうですかね、テレタンでこれっていうのは結構曲がってる方かなと思います。ただまあ基本的には修正補正前提っていうのはね、今この世のそのレンズの流れとしてはまあありかなと思います。はい、じゃあまあこういうね、まあ、ついでにそういう性能的な部分で言うと、これはあの丸ボケを見てみましたということでございまして、ちょっとね拡大していきましょうか。これが70ミリですね。はい。で開放で撮っております。まあテレタンの丸ボケです。まあ
周辺はねどうしてもコマシューサが出て、まあ、ラグビーボール型になっておりまして、これね1段ぐらい絞ると改善してました。はい、でこっちがこれがありましたね。はい、これが F4 かな、 F4 にして、した時の、まあ、丸ボケということですね。あ、Y ターンを取ってないんですね。すいませんって感じですね。まあ、若干ちょっとね、玉ねぎボケ、ぐるぐるボケがね、見受けられるかなと思いますが、よく抑えてる方かなとは思います。やっぱりどうしてもね、ズームレンズは、ボケとかが、やろうとするとこういうね、ぐるぐるは出てしまうというのは最近のレンズの傾向としてありかなと思いますと。ことで、まあそういう性能っぽい話はね、この辺ぐらいにしまして、作例を見ていきましょう。これもそのエキュートの中、テラスになっててね、これすごい川べりのテラスから店の中見れるんですね。で、こういうソファーとか僕大好きなんで、ついつい撮っちゃいましたっていうことでございます。で、これもね、まあ、ソファー、これでもガラス越しなんですけど、なんでちょっとね、ガラスが、この辺は、こういう、これさっき玉ボケを取った、電飾がガラスに映ってまして、ガラスに映りつつのガラス越しのソファーですね。こういうのいいですね。はい、素敵。まあ周辺、まあこれもね、解像度、まあこれ分かりづらいですけど、そんなに、まあでもこれね、ちょっと感度が高めなんで、ちょっとね、あれっぽい写真にはなっております。うん、はい。で、まあ、秋葉原ということでございます。これは、まあ、Y端でしょうかね。24mm。ISO250/60:1。まあ、非常にすっきりとした描写でございます。バチッとしてますね。はい。でも開放でこんだけ、まあでも円形だからあれですけど、まあやっぱり若干ね、24mm は歪みっぽいですけど、こんだけ映ってりゃ十分でしょう。うん。なんかね、その、海外のレンズレビューとかで、周辺の解像度がみたいな話は、若干残念みたいな話は出てたんで、あれだったんですけど、まあし、まあ、そんなに気にならないですよね。この、まあ、これはね、高架下ですね。これはいいんじゃないですかね。ちょっと待ってくださいね。こっちで見ようか。はい。これごちゃごちゃしたのところ、楽しいですよね。まあ、前ボケは若干うるさいかもしれないですね。はい。ちょっとうるさいかもしれないです。ピントはね、ピントがこの辺。後ろ僕はちょっと うるさくなる要素があんまり見えないんで、ちょっと評価は、ここの写真ではしづらいですけど、でも後ろはそんなに悪くないですよね。うん。前ボケが若干うるさめかな、うん、という印象がありました。これ多分日が変わってでしょうかね。東京大好き、みんなが大好き東京国際フォーラムでございますが、これどうですかね。はい、24mm ですね。まあいつもの通りということでございます。はい、でこれ端 24mm で、まあ絞り F5 なので、周辺もだいぶきっちり映ってる感じですね。うん、でも結構ちゃんと映ってるね。いいですね、これ。はい。もうね、Y端の周辺を今見ておりますよ。はい、キュッと。この辺見てましたね。なるほど。はい。で、これは多分ちょっと寄ったんですね。Y端だけじゃあかんやろうということでしょうか。はい、これが。70mm。なんで69mm だ。まあ、
多分70ミリのつもりで撮ってますね。はい。うん、いいですね、いいですね。 F5 でございます。はい。やっぱね、東京国際フォーラムはね、作例にぴったりの場所だの場所だなと思いました。で、まあ黒、まあトーンがね割と豊かですよね。あの、さすがというか、こういう意外と難しいですよね、こうね、潰れ、丸っきり潰れちゃうところですけども、はい、豊かなトーンで、でこれはガラス、50ミリ付近ですね。はい。うん。非常にスッキリ。まあ何かっつうとこういう被写体を撮ってしまうわけですね、私はね。ああ、こういうこのね、格子の部分とかもぴっちりとかけてて、好感が持てますね。なあ、いいじゃないですか。おお、いいですね。50ミリ付近、うん、非常にいいんじゃないでしょうか。いいレンズだな、やっぱり。やっぱね、でもその、こういうところをね、取り歩くのには、やっぱ70ミリってちょっとね、物足りないですよね。その点、24-240は良かったですけどね。これは、相変わらずまた行ってますね、切ってですね。70ミリ、F3.5。こういう線の細かいところもね、きっちりとちゃんと描写してますね。かけてます、かけてます。これ見えます?これ細いね、鉄のワイヤーがビロビロビロっとぶら下がってるんですけど、全部、こう、綺麗に出てますよね。ちょっともしかすると動画では伝わりづらいかもしれないですが、はい。まあ、比較的意地の悪い被写体ではありますね。もうみんなが全てが縦縞に染まっておりますが、はい。まあ、これもこれ丸ビルのあたりですかね。はい。まあこういういいですよね。ここのなんかグラデーションとかね、超美しくて好きなんですけどまあ、レンズも良ければ、まあ、カメラもいいっていうことだと思いますが、うん、こういうグラデーションがね、これね、動画でわかるといいんだけどな。はい、なんか何もしてないですよ。これ HDR 的なね、この表現がここにあってすごい素敵って感じですよ。これいい写真ですね。はい。で、これ近所の神社ですね。これ AF ポイントを消しようかな。はい、まあ何も言うことはないですけど、いや250分の1だな、43mm、うん、赤いな、いいですね、いい朱色ですね。何を褒めてるんでしょうか。はい。でこれもまあ同じ神社なんですけど、こういうね、そのさっきの丸ビルのとこでも言いましたけど、こういうそのキメのね、肌のキメの細かい部分の描写がレンズのね、価値ですよね。てか何、こういうの好きなんですよね。こういうところが破綻しないとか、どっちかによって潰れないとか飛ばないとか、こういうところがね、レンズとかカメラの質が出るところですよね。こういう、これ美しく出てますよね。僕は好きなんですけど、こういうところ、こういうところだぞ。はい。もういいですね。この、まあ、レンズの素性の良さはこれでわかるかなという気はするんですけど、はい。よく描けてます。はい。いいと思います。まあ、このぐらいも見ときますか。これ近接ですね。70ミリで、まあ、最短ぐらいで切ってます。まあ、言わずもがな、うちの X100F。でございますが、こういう金属革のね、質感とかもまあ綺麗、よく描けてますよね。そんなに色付きはなさそうですね。ああ、いいじゃないですか。
はい、ちょっと番外編ですけど、これはまあ、あの動画をね、先週公開した動画を撮った時に、まといさんにね、ちょっと帰る前に、撮らせてよってことで、ちょっと撮らせていただきまして、ここまあし、ローでね、撮りっぱなしのデータです。ストロボ一発で、あのあれですね、瞳 AF でサーボで追っかけてバシ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 撮ったうちの1枚なんですけど、まあ目にちゃんとピンときてますし、これはまあ優秀なのはあのファームウェアが優秀で本当に気持ちよく撮れるんですけどですね。まあポトレ応用足しレンズみたいなところはありますよね、24-70はね。はい、もういいんじゃないですかね。はい、ちょっとねこれブレちゃうな、ごめんなさいなんですけど、よいしょ、はい、はい、いいですね、素敵、いいじゃないですか。はい、素敵ですね。うん、やっぱこういう綺麗なグラデーションがねこう出るのがいいですね、いいレンズです。はい、なんでまあこれを触ってからもうとりあえず人物は全部これで今撮ってますね。非常にいいです。もう一発おまけで人物を入れておきましょう。これね、はい、肌素敵ですね。はい、いいですね。これね、ノーレタッチですから。で、ちゃんとね、目にピントがいっていると。はい。うん。やっぱね、肌をきれいに描き出してくれるレンズは最高ですね。はい、まあ、あんまりこう舐めるようにしていくと、あれなんですけど。ああ、いかん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 ですね。はい、いけません。はい、というわけで、ポトレ撮るならこのレンズは非常にいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、24-70見てきたわけなんですけれども、まあ、この辺でまとめておこうということでございますね。まず良い点なんですけども、まあ、全域でシャープ、そして繊細ですっきりした描写で、解像度が高い割には、ボケが綺麗っていう点ですね。でそこら辺のそのまあレベルの高さっていうのがもう EF よりは一段上です。確実に EF2470 よりは上だと思います。でさらになんといっても IS がついているね、5段分の手ブレ補正がついているというところ。そしてですね、 EF の2型とかではブリージングすごい目立ってめちゃくちゃ気持ち悪くなるんですけど、ブリージングが非常によく抑えられているので動画にも完璧で、まあフォーカスも早い、まあ早いっていうのはね、もう L レンズ共通して早いんですけども、そしてさらに、まあ、超寄れるって話ですね、21センチ、最短21センチ、そして撮影倍率が非常に高い、いうことで、まあ他社のレンズとね、まあ、多少重い大きいっていう感じにはなるんですけれども十分アドバンテージあるかなと思います。で、まあ、なんといっても EF にはもう戻れないということですね。はい、本当に良いレンズです。ただただですよ、まあ、高いっていうのがまず1点ですね。悪い点としては高い、あとはまあ歪曲のね収差とか、まあ、周辺が若干甘いとかっていうのはまああるんですけれども、まあここはね、まあ、収差補正前提で皆さん使われるというか RF はまあそういう思想なので、ここはそんなに気にならないかなと思います。まあとにかく高いってことですね。レンズとしてはですね、非常にレベルが高くて、キャノンがまあ目指すそのオールラウンダー的なね、いわゆる標準レンズってオールラウンダーであるべきだと思うんですけども、このオールラウンダー差加減がね、1段階か2段階ぐらい上がったと言えるんじゃないかなと思います。寄れて、大きく映せて、止まって、そして画質がいい、動画にも使える、まあ、いいレンズですね。はい、だと思います。まあね、これ基本的には私その人物撮影が多いんですけど、このレンズのレビューの後はもう人物は全部これで撮ってます。
キヤノンの次世代オールラウンダーという形ですかね、このレンズをあえて言うならば。でまあ基本的にはもう EF には戻れないので、でこれにね、その27万弱が出せるかどうかっていうのはもうあとはもう皆さんね個人の判断になると思うんですけれども、最近の RF レンズはちょっとね寝落ち感が非常にあるんで、EF85mm1.2 とかね34万ぐらいで登場したのに今27、8万で買えるんですよ、新品でね。この寝落ち具合がねどうなのかっていうのがあって、なかなか手が出しづらいレンズになっちゃってるのかなとは思いますけれども、RF2470 に関しては本当に堅実なレンズですので、まあ、買って損はないかなとは思うんですけど、まあ、あとは財布と相談してください、はい、というわけで、非常に良いレンズでした。動画をね最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。